はい、50歳からの美顔、武器になるメイクアッププロデューサーのショークです。はい、皆さんこんにちは。はい、今回はチフレさんでね、フルメイクのものを買いまして、今回はチフレ縛りのメイクをしてみました。はい、どうですか。はい、この感じで仕上がってるんですけども、お値段がお安くて、でなおかつ肌にねとても優しい処方でできてるものがすごく多いんですね。で私は結構チフレさんの口紅が結構好きで、すごいねチフレさんの口紅は結構はっきり色が出るのに、とってもね一日中してても唇が荒れないっていうところで私は不安なんですけども、実際ベースとかねちょっと値段がお安くすぎて大丈夫かなっていうので今まで使ってなかったんですよ。でも皆さんねいろいろねチフレで、メイクどうですかとかいろいろご質問も来てたので、実際ねじゃあ検証してみようということで、今回はチフレの道具をいっぱい買ってきまして、しっかりメイクをしてみました。はい、でこのメイクの仕方はね今からご紹介していきますし、このあとお仕事をして8時間後にどんな感じ、化粧崩れとかどういう感じなのかっていうのを皆さんに発表していきたいと思いますので、お楽しみに。では早速いってみよう。はい、スピンになりました。はい、ここから全部チフレでやっていきたいと思うんですけども、まずこれは化粧水と乳液してあります。はい、でまず BB クリーム、はい、このチフレの BB クリーム、これ2番のオークル健康肌色っていうところでオークル系を選んでおります。で化粧水の後、適量を手に取り、顔全体に丁寧に伸ばしますと言っていますが、私は乳液は塗っております。今日初めて使うので筆でねつけていきます。で健康的な色っていうことなので、ね、真ん中の色選んでるんですが、やはりねあんまりねこう白く上がっちゃうの厚ぼったくなっていくので、トーンは暗めと言っていましたが、ちょうど私の肌には、ぴったりぐらいの色なのかな。ちょっと伸ばします。でしっかりつけたら、私はスポンジでつけていきます。特に夏場汗かきやすかったり崩れやすかったりするときは、私はこうね濡れたスポンジでよく叩き込んでいきます。手でもね全然濡れるんですけどね、やっぱり、持ちが違うかな。よいしょ、ちょっと顔半分塗っていきますね。顔半分塗ったらこんな感じです。どうですか、結構ナチュラルにいい感じですよね。思ったよりカバー力はある感じがします。結構ね伸びはいいかな。でしっかり叩いていきます。チフレさんの一番安心なところっていうのは、こう肌に負担かけてくるものがねそんなにこう入ってこないので、結構敏感肌の方でも安心して使える処方になっています。なので結構落ちふれでなんかすごい肌荒れを起こしたっていう方とかはすごいね効かないし、自分的にもそんなにチフレさんの使って結構肌が敏感な方なんですけども、荒れたりするのはあまりないです。はい、で全体的に塗れましたら、ちょっとねクマのところだけこちらの、チフレスポットメイキャップカバーということで、これ、801ナチュラルピンクの色、ね、これもう新品なので、あ、これ回すタイプですね。あ、出てきましたね。わかる。なんでピンク選んだかっていうと、目の周りがちょっとくすむのでくすみをねちょっとなくしたいということで、ちょっとピンク系の色を選びました。でナチュラルピンクっていうことなので、そんなにね白い感じがしないので使いやすいと思います。手でよくなじませてあげてから、コンシーラーとしてはそんなにむちゃくちゃこうカバーする感じではないですけど、ナチュラルに色のねコントロールっていうかクマのコントロールしてくれてますね。
嫌いじゃないです。あのシワとか目立ちにくいかも。あのこの感じだと、そうですね、結構ね色の部分で少しピンクと言ってますけど、ちょっとオレンジっぽいのも入ってるのかな。で夏場なので少しねパウダーしたいということで、今回こちらの方のね、チュフレの UV のバイケーキっていうところで、23のピンクオークル系、こちらもね、水溶きだったりなしだったりっていうところで両方 2way タイプになるんですけども、これをちょっとね T ゾーンの部分だけちょっとつけていきます。眉毛の部分と鼻のところ、そこだけちょっとしっかりつけてあげて、あともねもう残ったのでね、やってあげる感じです。でこれもう UV の入ってるパウダーなので UV 効果もねしてくれるそうです。であと眉毛なんですが、チフレアイブロウペンシル、これ繰り出し式になってますね。あ、でこういうスクリューブラシもついてますね。なのでスクリューブラシね少し整えてあげてからくるくるっと、これ22のブラウンの色です。結構ねペンシル的には結構しっかりかけちゃうタイプです。かけるタイプなのであんまりね強くかいちゃうとべったり、ついちゃうかも。なので少しね手に力を抜いていただいて1本ずつ入ってくるように描いてあげると自然に描きやすいと思います。この部分トン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 と、でちょっと下がねあのなだらかにしたいので、あとこの上のラインですね、上のライン、本当結構ね色が出るので手は柔らかくですね、これグッて描いちゃうと結構ねグッて描いちゃうと結構太くしっかり描けちゃうので、力をねちょっと抜きながら1本ずつ毛が入るように描いてあげると描きやすいですね。はい、で眉毛描きました。で次にアイラインいきたいんですけども、このチフレアイライナーペンシル、ブラウン22で同じブラウン系の色ですね。でこれもう鉛筆削りで削るタイプです。でまずねここの部分ちょっとね目の粘膜の方にちょっと描いていきます。この辺からまつげとまつげの間ですね。で私たちの目ってね空間が空いてくるので、このまつげとまつげの間に入れるってすっごい大事です。でここだけ入れるだけでも目がパッチリするの分かりますか。はい、うん、でここで下にね落ちやすい方はさっきのフェイスパウダーねこの下にしっかり打っといてください。これね打っとくだけで涙目の人とかねしっかりね打っとかないと、とっても崩れやすくなってくるので、でしっかりまつげとまつげの上に埋め込んだら、間に埋め込んだらここの先っぽだけですね、目尻だけちょっとだけ太く描きます。ちょっとだけ出す感じね。でそうしましたらアイシャドウ、こちらの方はチフレのグラデーションアイシャドウ70って色です。こちらの方すごい使いやすいねグラデーションかなと思って、このまずちょっとオレンジっぽい色を真ん中に、見た感じそんなにラメが強くないんですけど結構ね塗ると細かい、見えるかな、この結構キラキラな細かいキラキラ感に入って、でこのアイホールだけに色をのせていきます。でそこから今引いたところの薄色、この薄色の方をねこれ横に引く感じです。で下の部分半分だけね一回色を入れてあげる感じ、こんな感じです。でこれチフレの、ロング&カールタイプの10番、これは黒ですね。結構密集してる感じです。あ、さすがなんか
ベタっとつかないけど、すごい長さが出ますね。これで崩れないといいな。マスカラはね、結構ね、汗かいたりするとね、こう下に下がってきちゃったり落ちてきたりするので、これがね、崩れないといいかなと思っております。あ、仕上がりはすごい綺麗かな。うん、まつげいい感じですね。はい、こんな感じでございます。で、チーク、こちらの方、チフレパウダーチーク、ローズ系の色を選びました。270番の色です。こんな感じの色ね。さすがにね、チーク筆はこれで入れるとちょっと難しいので、大きい筆で、で色を取ってあげて、自分の手によくなじませてあげてね、ちょっとにこやかにしながら、結構ね、色すぐ出ます。だから少量をね、何回か重ねていってやっていかないと、一度にポテってついちゃうから、つけすぎに注意してくださいね。でチフレさんのね、私はリップはね、結構いっぱい買っていて、あのリップはね、すっごい唇、私すっごい荒れやすいんですけども、チフレさんのは荒れたことがないというぐらい本当にいいんですよ。でこちらの方は、色がオレンジ系、今日ねオレンジ着てるのでオレンジ系の色を選びました。473番、こちらの方ですね、リフィールです、ね、私あのリフィールばかりでね、申し訳ないですが、はい、こんな感じの色になってます。今ちょっとオレンジ系の落ち着いた色ってすごく流行ってるのでね。でこの色をまず、ここ真ん中にちゃんとつけてあげて、ちょっと色を移してあげます、うん、でそこからで、ちょうどこのね、カットがこういう感じになっているので、この山を作るのすごい楽かな。つけてあげてから、もうね、私たちの年代縦じわとかにあるので、すごい、やってあげてね。はい、チフレのこのプチプラでね、作ってもちょっとね、こういうオレンジ系の流行のお顔、私たちの年代でもできます。結構ね、チフレさんってあのすっごい、あの昔からねある、あのブランドさん、メーカーさんなんですけども、本当あの、私が30年前ぐらい、私はなんかこうチフレさんというと結構ね、年配層の使う化粧品のイメージが結構あったんですね。でもどん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 ね、あのやはり、今チフレさんもすごいね、あのおしゃれな色だったりとか、こういう馴染んだり、特に口紅なんかも若い方でもすっごい幅広く、あの使えるように、流行色っていうところでね、とってもね敏感になって出てこられているので、あのとっても使いやすくなっているんだなっていうのが最近ずっとね実感していたんですけども、ベースの部分とかもね、本当使ってなかったんですが、あの今回使って、やはりね、本当お安い、お値段がお安いですけど、とってもね、肌に馴染みがいいっていうのが、実際、思いました。うん、どうですかね。私は結構なんかいいような気がします仕上がり、素敵な感じになってると思います。はい、そしたら今からちょっとねお仕事行って、これがどのぐらいのね、8時間ぐらい経ってどのぐらいになってるかっていうのを今度検証していきたいと思います。では行ってきます。はい、皆さん帰ってきました。はい、今ね、8時間後って言ってたんですけど10時間経っちゃいました。はい、10時間後のチフレの状態でございます。パッと見た目、口紅はねちょっと塗り直したんですけども、パッとした見た目はそんなに崩れてないかなっていう感じなんですけども、今回このねファンデーションなんですけども、 BB だったのでやっぱりねちょっと持ちがあまり良くなくて、このね
鼻の周りが少し取れてるなっていうのと、少しね目の周りがやっぱりちょっと乾燥してるなっていう感じが私の中ではしちゃってます。うん、ちょっとねこの辺のシワっぽいのが気になります。で、崩れちゃうのはね、もしかしたら他のファンデーション、結構チフレさんもいろんなファンデーション出しているのでね、他のファンデーションはもっと持ちがいいのかもしれないですね。この時期に BB っていうところではあまり持たなかったかなっていう感想を持ちました。うん、でもねマスカラとかアイメイクっていうのはそんなに綺麗に残ってますね。あとカール力はねキープしてる感じかな。下にマスカラ落ちてないです。うん、眉毛も落ちてないかな。ちょっとファンデーションだけがちょっと残念かなっていう私は、結果でした。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、登録ボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんね、チフレもうまく使ってね綺麗になっていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。